太平洋戦争が終わって70年以上経ちます。人類は30年おきに戦争をするという言葉があったようですが、幸いなことに日本が巻き込まれる戦闘や紛争は今のところ起きていません。もちろん、アメリカや中東、ヨーロッパ、そしてロシアでは、ご存知の通り、戦闘が収まる気配もありません。日本を仮想敵国とみなす国々は、日本本土を攻撃できる弾道ミサイルを含む武器を多数保有しています。外交という手段で相手に歩み寄りする努力を一切放棄した政府は、武器には武器をとばかり、弾道ミサイル防衛能力を向上させようと、防衛費増大、軍事力拡大で一点突破しようと、あちこちでゴリ押しを始めたようです。最近の動きを振り返ってみましょう。防衛省は、弾道ミサイル攻撃から、国民の生命、財産を守るための能力を抜本的に向上させることを目的としたイージス・アショアを2機導入すると、ことを2017年に決定しました。設置場所の選定については、各地で反対運動が起こったり、地盤の問題などで大紛糾したことも、記憶に新しいと思います。その問題を解決できなかったため、政府としては、団長の思いで、2020年12月18日、イージス・アショアの配備を断念せざるを得なかったのです。その代わりとして、既存のイージス艦より、はるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表しました。それから2年後の2022年12月16日、敵ミサイル発射基地などを潰せる反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されてしまいました。国会審議ではなく、閣議決定です。今更ですが、日本の近隣国のうち、北朝鮮は、連日のように、ミサイル実験を繰り返し、日本海へと撃ち込んでいます。1年前から、ロシアはウクライナに侵攻していますが、矛先を変えてくるかも、知らないという危惧は、拭えません。何と言っても、距離的に、日本に一番近い他国は、ロシアですからね。これは都市伝説かもしれませんが、実は、ウクライナへ侵攻以前、日本を攻撃する案もあったというのです。そして、中国の軍事力拡張が進んでいることも明らかですし、その勢いは、アメリカをも凌駕すると見られます。こういった数々の理由から、日本は、最悪の事態を想定、迎撃だけの防衛から反撃能力を有する防衛へと安全保障政策を大きく転換していきました。専守防衛という言葉は棚上げしようとしているわけです。ここで言う反撃とは、敵が日本を攻撃してきた手段そのものを叩き潰して、2回目以降の攻撃を完全に阻止することを指しているそうです。敵国から攻撃されたことを理由にして敵地本土を追撃することではないので、限定目標の反撃という形になるのでしょう。攻撃してきた敵国の手段に反撃するこちらの手段というのは、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃などで、将来的には対衛星攻撃にまで発展すると、推測されています。地理的には、日本は孤立した島国ですから、敵のミサイルは、必ず海を渡ってくることになります。そのミサイルの発射母体を撃つことが、イージスシステム搭載艦の任務なのです。海地訓練や整備などのため、常時、周辺海域で任務に当たることができる艦数は限られるので、イージスシステム搭載艦は、
2隻では足りないという意見があります。しかも、この仕組み上、敵の弾道ミサイルの弾道下にいないと、迎撃は難しいということです。つまり、日本周辺で、常に、警戒にあたり、確実なミサイル防衛体制を取るためには、警戒上中海域を、日本海は最低2カ所、東シナ海、太平洋は、それぞれ1カ所の計4カ所以上を設定する必要があるのです。それだけではなく、各海域で常駐し、訓練や補給、整備のローテーションを組むと考えれば、3隻は必要になります。となると、4カ所かける各海域3隻合計12隻以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるという計算になるのです。海自は、2022年時点で、既存のイージス護衛艦8隻を保有していますが、この8隻は、護衛艦隊の対空防護任務を行う艦ですから、外洋で活動しています。だからこそ、日本本土を、敵国の弾道ミサイル攻撃から、守る任務を行える艦として、イージスシステム搭載艦が、初めて整備されることになったのです。ここで、日本本土を攻撃してくる、可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの、ようなものを紹介したいと思います。まずは中国。ロシアと組んで、極、超音速滑空体、HGV、および、極、超音速巡航ミサイル、HCM を含む、極超音速兵器を開発中です。スピードマッハ5を超えるとされる、極、超音速兵器は、弾道ミサイルより、飛行高度が低く、複雑な軌道を描けるので、探知、迎撃が非常に困難と言われます。しかも、中国は、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 も開発しています。これは、固体燃料ブースターで発射され、ターボジェットエンジンで巡航、最終段階では、固体燃料でスピードを上げて、ターゲットに到達するという機能を持っているそうです。さらに、中国は、YJ-18 を発展させた、CJ-100、ディフェンダー100、コチ100もすでに開発しています。これは、ターボジェットをラムジェットエンジンに変えて、スピードを上げ、射程も伸ばしてきました。世界三大軍事国家である、中国、ロシア、アメリカともに、極、超音速兵器の開発と配備を進行中で、弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイルも、日本の安全保障にとっては、非常に、大きな脅威になってきたようです。次に北朝鮮。ご存知の通り、この国は、各種の弾道ミサイル発射実験を時期、時間を問わず繰り返しています。当然、日本を射程圏に収める弾道ミサイルをいくつも保有しています。北朝鮮は、2022年11月18日、世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験を初めて成功させました。火星17号は、最高高度 6040.9km という宇宙空間まで上昇。距離 999.2km を約69分間飛行後、朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾させたのです。宇宙ステーションの高度が約 400km ということですから、その15倍以上の高さまで上げる技術を北朝鮮は持っているということになります。恐ろしいですね。ちなみに、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは、2017年9月15日以来、5年ぶりで、通算7回目です。最後はロシア。この国も、
多種類のミサイルを製造していますが、その中でもカリブルは今後数年間ロシアの長距離攻撃の主力ミサイルになるのは間違いないと見られています。陸上攻撃型はアメリカのトマホークに近い性能を持っていて、対艦攻撃型の終末弾道が超音速と言いますから、致命的な兵器になり得ると考えられます。また、追潜水艦型もあるので、魚雷発射艦から発射する追潜ミサイルのスタンダード版になると見られています。カリブルの発射母体は、トランスポートアー、エレクトアー、ローンチアー、通称、テルと呼ばれる地上の発射台付き車両や、艦艇、航空機、潜水艦です。汎用性の高いミサイルと言えましょう。2022年11月18日、北朝鮮と同様、ロシアは RS-28 サルマト、通称サタン2の実験を成功させました。プーチン大統領は2018年の年頭教書で、アバンガルドは隕石あるいは火の玉のようにターゲットへ到達、ミサイル防衛システムは無力だと発表していました。このアバンガルドですが、RS-28 サルマトに搭載、搬送され、ターゲットの約 200km で切り離され、マッハ20以上で攻撃する極超音速滑空体のことを指します。すごい兵器ですが、幸いなことに、ウクライナ戦争ではまだ使用されていません。以上、日本周辺を取り巻く国々のミサイルを紹介しましたが、改めて、海上自衛隊が保有するイージスシステム搭載艦の迎撃と反撃容量について要約してみます。現在のロシアとウクライナの関係のように、高い軍事力を持つ国々が、ある時、突然、侵略の意思を持つ場合もあり得ることでしょう。中国のように、日頃から、他国を、力によって、一方的に現状変更させようというのは困難と認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力も、十分効果があると思われます。敵の侵攻を抑止する上で、鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処できるスタンドオフ防衛機能を活用した迎撃足す反撃能力と考えられます。反撃能力については、1956年、昭和31年、2月29日、政府見解として、憲法上では、誘導弾頭による攻撃を防御するために、他に手段がないと認められる場合に限って、誘導弾頭の基地を叩くことは、法理的には、自衛の範囲に含まれ、可能であると、公表していました。しかし、幸いなことに、日本は、これまで、反撃能力を、政策判断として保有してきませんでした。だからこそ、現在慌てて脅威圏外から、対処する能力を強化しようとしている最中なのです。